こんばんばは12月31日まで毎日ライブ配信チャレンジ。今日もよろしくお願いします。今日は何のお話をしようかなーって思った時にあこんばんは。昨日も見てくださり今日も見てくださりありがとうございます。コメントいただけたら嬉しいです。 TKMS さんはい、いいコメントたただけたら嬉しいです今日はねフラレッスン、えっと、いつもはあのオンラインでレッスンをされて,して,くださってあの受けてくださっている方なんですけれどもたまたま出張で大阪に来るので実際に会ってレッスンを受けれませんかっていうふうに言ってくださってね で、その方が講座をされる場所に私伺ってきまして、あの、1時間レッスンをしてきたんですよね。そしたら、あの、やっぱりね、その方とお話をしている中で、フラをするのがこう、夢だったと、あったーちゃん、こんばんは。いつも見てくださりありがとうございます。今、スタートしたところです。 今日はね、いつもオンラインでレッスンを受けてくださっている方とリアルでお会いしてレッスンをしましたというお話を今し始めていました。その方とね、お話をしてすごく嬉しい言葉をいただいたんですね。あの、フラをする、まあダンスが好きで、で、そのフラダンスもすごくやってみたくて、でもなかなかお仕事が忙しくてね、 こう自分の趣味とかをする時間がなかったんだけれどもこうやってオンラインでレッスンを受けることをスタートしそしてこうやって出張で大阪に来た時に実際にお会いしてレッスンを受けるってことをさせてもらってもう私の夢でもうすぐね一曲踊りが完成するんですねだからその私の夢を叶えてくださってありがとうございますって言ってくださったんですよなんかすごく嬉しくてね なんか夢ってすごい、あのー、夢が叶うってなんかその言葉すごいいいなと思ってで昨日もね実はあのいつもご紹介しているこの和ンっていうものを一緒に学んでいる友達とお話をしていた時にその方もねこう自分の内面とすごく向き合って何、あのー、て言うのかなこう今まで 自分で無理してきたこととか自分の気持ちと無視してきたこととかそういうことを丁寧丁寧丁寧に向き合ってきて今その,その方はね看護師をされていてす結構稼ぎもしっかりあって自分が自立して立派にやっていくっていうのが自分の役割だというかなんかそういう感じでね思っていたんだけれどもよく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 聞いていくとなんかものすごく自分の中はね もっと緩んで誰かと一緒にそれこそパートナーさんと一緒にゆったりとした時間を過ごすなんかそういうねあのことがやりたいっていうことがこう湧いてきてなので本当にもうそこから今からそこに向かって自分は人生を大きく転換するんだって言って夢に向かって動き始めていらっしゃったんですよね。なんかそういういいのも見ていると こう皆さん聞いたことありませんか自分の体心とねえー、と自分が車自分の体が車としてその運転席にちゃんと自分が運転していますかって誰かにその運転席を任せていませんか譲ってしまっていませんか誰,のじ誰か別の人の人生を歩んでいませんかって何か聞いたことないですか 私はね、それを聞いた時に、本当にそうだなって思ったんですよね。自分の人生は、自分で操縦席をしっかりとこう握ってねあの、走っていってほしいと思います、ね。それって案外無意識というか、自分で見失っていることに気づいてない時もあるかもしれないです。 もうそのね毎日が忙しすぎて当たり前のように日々が流れていってしまっていて自分が何をしたいのかどういう夢を持っているのかとかねそこを考えることすらねもうできる余裕がないってこともあるかもしれないでもあのそれにちょっとでももし気づくことができたらあの本当にねまず自分の ちょっとちっちゃなことでもいいから本当に好きなこと望んでいることを嬉しいなって感じることそういう感覚を取り戻して大事にして過ごしてみてほしいなって思いますそしたらそうやって積み重ねていくと自分がやりたいことやりたくないことなんかそういうことがこう見えてくるしそのね自分の夢はこれだったみたいな。 そういうのがこうふわって湧いてきたり思い出したりすることもあると思うのでなんかね今日はそうやって最近夢が叶いましたとか自分の本当の夢望みに気づいてそこに向かってますみたいなお話を聞く機会があってねなんか今日はそれを伝えたいなって思いました。ぜひぜひ自分のののこここがねこの腹の底がね腹底 こう望んでいること感じていること。そこを見つめる時間、そういう時間を持ってもらうのもいいなって。それこそね。ちょっと旅行をしてみて、ゆっくりした場所でね。ぼーっとしてみるとか、そういうのもすごいいいんじゃないかなって思ったりします。私はすごく旅行は好きですね。あの、自分の価値観が外れることもよくあります。 特に海外、今はねちょっと行けないんですけどななかか行けないというか行きにくいんですけどもうあのか海外旅行とかね非日,日常のことをした時にああ私実はこうだったとかねそういうのが湧いてきたりすると思うので、うん、なんかこうそういう機会を作ってみてくださいねはいいつも見てくださりありがとうございますリオナさんあ見てくださりありがとうございます では今日はこれで終わりたいと思います。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。